ケルシュを注いだシュタンゲシュタンゲを刺したクランツ・ケルシュは、ドイツのケルン地方で、伝統的に醸造されているビールのスタイル。アルコール度数は5%前後とされている。ケルン地方で、ビールが醸造され始めたのは873年と言われているが、現在のケルシュの歴史は100年ほどであり、ビールのスタイルとして、正式に認められたのは1985年になってからである。 ケルシュは、上面発酵用の酵母を仮面発酵に近い低温で醸造されるのが特徴。ピルスナー爆ガが使われるが、他の麦の爆ガが加えられることもある。ホップの味は強めだが、アルトビールと比べると苦味も刺激も少ない。ケルンで醸造されたもののみが、ケルシュを名乗ることを許されている。ケルン以外で醸造されたものは、ケルシュ風スタイルとなる。ケルシュは、 シュタンゲと呼ばれる2 0 0トルの円柱型の細長いグラスで提供される。近年は容量が1 0 0トルと少なく、一息で飲み干せる小柄なグラス、毒、スタスチェーンも流行している。ケルシュ協定、あるいはケルシュ協約とは、1986年に定められた地理的表示保護制度である。ケルンの醸造化によって締結され、 常実のようにケルンで醸造されたもののみが、ケルシュを名乗ることを許可するほか、品質を保つために醸造などに関する規定が定められている。このルールの中には、ケルシュを注ぐグラスについての規定もある。ありがとうございます。